チャオ、あっちゃんです。今日も、あっちゃんの第6回質問コーナーにお答えしていきたいと思います。で、今回は第11回なのかな、多分ね11回目やと思うんで、かなり長くなっちゃう。今回ねすごい質問が多くて、なかなかお答えがね進まないと、あとやっぱり長いっていう意見があるんで、1本30分ぐらいで撮っていこうと思ってね、30分タイマーしながらやってるから余計にね、お答えするね、のが途切れ途切れになっちゃうんで、今回やって、まあ、そんなこと言っててもね、あれはね、さあやっていきたいと思います。では、Hey Siri! Hey Siri! タイマー30分。はい、タイマー30分。30分にセットしました。はい、カウントダウンを開始します。はい、では、前回の続き、カイト99さんの、質問から。DV の話のことなんですが、される側に 何も問題はないと思いますよ。する側に問題があると思う。確かにそうやねん。 DV ってする側に問題あんだけど、される側に原因っていうかね、あんのよ。だからね、されへん人、 DV されへん人は DV する人と一緒になってもされへんのよ。で、される人は DV する人じゃない人と一緒になってもされるケースが多いの。それは何かっていうと、ノーって言えない人で、あとね、その DV する人に依存しすぎてる人が結構多いね。あっちゃんやっぱりね、いろんな人に相談もされるし、あっちゃんもやっぱりね、いろんなストーカーいじめも一緒やねん。 DV もね、いじめされる人ってやっぱりね、いじめされる要素があんのよ。全く要素のない人はいじめされへんしっていうのね。で、そこのところを強くなってほしいっていう意味で、言ってんねんね。逆に言ったら DV する人なんて、あっちゃんねる見てないでしょ。でもあっちゃんねるを見てくれてて DV されてる人は何人もいてるでしょ。だからね、されてる人に対してのメッセージ、してる人に対してのメッセージやったら、もちろんね、もっときついこと言うよ。DV なんて人のすることじゃないし、もう人としてなおかしい。DV とかいじめも一緒で、悪口陰口も全て一緒。人を攻撃する人っていうのは心に闇があってひどい人間、人としてやっちゃダメなことっていうか、もう人として否定したいぐらい。あっちゃんは大嫌いやし、そういうのはね。だからその人たちには言いたいけど、そういう人はあっちゃんねる見てないでしょ。で、そういう人たちから身を守るためにっていう意味で、DV されてる人へのメッセージとしてあっちゃんは言わせてもらってんのね。だから強くなってほしい。だからもうされて、今ね、もう命を狙われるぐらいまでとことんされてる人はね、もうなんていうのかな、逃げるしかない。逃げるしかないってこともね、もっと手段はあるとは思うんやけどね。人それぞれ DV のパターン、いじめのパターンあると思うね。で、それがどういうふうなケースなんかって一人ずつ聞かんかったらパターンも読めへんし、その人に対してのアドバイスはできへん。でも大雑把にね、大まかに言うと、今回それでもまた次付き合う人から DV を受けへんためにも強くなってほしい。だからね、 DV される人っていうのは相対的に、全員が全員じゃないかもわからへんけど、相対的に多いのが、最初は仲がいい、最初はね、その DV する人、される人も愛し合ってる。だから、なんていうのかな、相手のためって思って優しくしてあげる。そこにつけ込んでくる。で、つけ込む気はなかったもね、なんかもう、最初これぐらいやったらいいやろ、これぐらいやったらいいやろっていうのが、繰り返しされていくことによって、慣れ合いの末に、小さないじめから、エスカレートして大きないじめに発展していくってやっちゃうもんね。そこのところで、ノーって言えへんかったら大きないじめに発展する。大きないじめまで行くと、もう自分の力でノーではもう無理、相手も攻撃することをやめられなくなってしまうねんね、ってあっちゃんは思ってんねんね。だから、それを未然に防ぐためにも強くなってほしい。逆に言ったらもうね、もうそこまで命まで狙われるぐらい、相手がね、もう愛を通り越して憎しみまで生まれてくる。もうストーカーとかに多い、ストーカーとかね、あと集団いじめの末に調子に乗ってしもたケースに多いのが、命まで狙うパターンね。そこまで行くともうね、ほんまにシェルターとか役所、警察、裁判所、弁護士に行くしか仕方ない。で、やっぱりね、もうね、警察とかもね、やっぱ動いてくれへんのよ、実害が出えへん限り。だからそこはどうするかって、費用かかるかもわからへんけども、弁護士に訴える。で、やっぱり
ね、DV されてる人っていうのはやっぱりそのね、子供を抱えて逃げてきてるからやっぱお金的に苦しいケースが多いでしょ。そういう場合は無料相談、弁護士の無料相談とか、日弁連のところにね、そういう DV の被害を訴えるところもあったり、あとね、そういう駆け込み寺みたいなところもあるから、そういうところから相談していって、ちょっとずつちょっとずつ解消するしかないのよ。だからそこはね、あっちゃん含め周りの人間に何もすることはできへんの。やれるのは自分本人だけ。本人が勇気を持って一歩踏み出さへんかったらできへんねん。だからそういう意味でエールを送ってんねん。だからそこのとこで何もならない市役所やシェルターに行ったりするしたり、逃げ込んだり、甘えとかじゃなく手段じゃないのかな。あっちゃんは何とかなったかもしれないけど、めちゃくちゃ困ってる人がいる、そこに目を向けたらどうかな、甘えとかじゃなくて。だからいくら目を向けてもあっちゃんには何もすることができへん。あっちゃんができることはその人にエールを送ることしかないね。でエールを送るとしたらね、傷の舐め合いしても仕方ない、かわいそうだね、だから、ね、DV の被害者憎いよ ねって言ったところで仕方ないでしょ、解消しないでしょ。だからもっと力をつけて勇気をつけて、立ち向かわないとダメだよって、立ち向かうにはいろんな手段があるよ。そこは自分で調べないと仕方ない。やっぱりね、一人一人ずつやられるパターンとか、どういうパターンどうなったかっていう経緯も違うから、それを全部説明して、それに合った役所、市役所なり相談所なり、DV 被害なんとかなり、命の電話なり、弁護士なり警察なりね、そこのとこに行ってどういうふうに相談するかっていうのは人それぞれ違うから、その人がやらないと仕方ない。で、ね、どうしてもその街中歩いとって、ね、見つかるのが怖いっていうのやったらね、ほんまに自分を隠すしか仕方ない。隠すんやったらね、もう極論覆面でもね、本当にね、でもして隠さないと隠れきれへん、でないと引きこもらんな、外に出れんくなっちゃうから、うん、って思うんね。だからそこ勇気を持って、その人と切るっていうことをしないと、もう何ら仕方ない。最悪ね、いくら追っかけてくる人でも、言ってみたら遠く離れたところに引っ越したら来へんかも。これ、いや逆に言ったら日本国内におったら来る人もいてる。あちゃんの知ってる人でね、ストーカーされた人、関東のストーカーさんやねんね、関東に住んでて、関東のから、ね、西日本の方へ引っ越してきたのに、西日本に引っ越してた家をどっからか調べて家の前まで来てたっていうケースもあんのよ。だからやったらもう外国に逃げな、仕方ない。下手したら自分との自分のその言うたら親兄弟家族との縁も切って、自分の命守るためにね、海外、それも誰も知らないところに逃げるしか仕方ないっていうケースもある、うん、それぐらいやっぱりね、 DV の、が行き切ってしまうと、相手も相手の憎しみを自分で抑えることができへんぐらいの憎しみっていうか、心の闇っていうのができてくる場合もあるのね。だから自分で自分を守る勇気を持ってするしか仕方ない。そこはあっちゃんは援助もできへんし、手助けもできへん、そういうアドバイスしかできへん。だから泣き寝入りだけ泣いて寝てても仕方ないの。自分が一歩踏み出さへんかったら DV なんてなくならへんし、恐怖から逃れられへん。だから言ってみたら、日本人も行かへんような秘境の外国行ったら見つからへんでしょ。家族から縁切って、家族誰にも自分の居場所も明かさへんかったら、ぐらいしないと解消しないかもわかんない、ケースもあるかもわかんない、ね、だからそこは自分で頑張ってくださいっていう意味でああいう話になってんけどね。だからね、結局ね、自分に甘い、他人に、自分に甘いし他人に、依存してるのに相手のことを切れない。だから結局ね、 DV っていうのは相手がいてるでしょ。相手がいるから DV を起こる。いじめもそう。相手から何かされる。されるからって言ってどうするか。逃げるっていうのも手なのよ。だから逃げ出して、なんていうのかな。その人が、ね、もう手の届かないところに逃げるっていうのも手やし。逆に言ったら、ね、守ってくれる新しいパートナーを見つけるっていうのも手。ね、まあ、パートナーごとをやられる場合もあるよ。うん、だからね、余計に反感買う場合もあるよ。そうすると、だからその人によってパターンが違う。でもしそれが、ね、相手をね、DV してきた相手をなんとかそこでかわせた、もう相手からはもう一切攻撃されんくなった、
で新しいパートナーを見つけた。でしてもその人は同じケースで DV されることが多いの。もう8割9割下手したらもう 100% っていうぐらい DV される人はパートナー変わっても DV されちゃうのよ。それの原因は自分にあるっていうことを分かってほしい。自分に原因がなかったら DV なんてされへん。相手に 100% 原因じゃない。自分にも多少なりとの原因があるの。それはノーって言えないこと。相手のことは思いすぎて好きすぎて相手のためにと思って、相手のことばっかりしてあげると調子に乗る。前回なんかのね、前回第何段か忘れたけども質問を答え動画でも言ったけども、ワンコでさえそうやねんって、飼い主舐められて噛まれんねん。ワンコのためを思って怒らない、優しく育てるとワンコは噛みよんねん。自分より隠してやと思って。だから子供が家で家庭内暴力する子供もガッツンって噛まさへんから子供が親を舐めよんの。やっぱりね、多少親を超えないとダメやね、子供は。だから多少緩くしたりしないといけないけど、一線だけ子供にここ譲ったらあかんっていうところだけ譲ったらあかん箇所があるの。そこを譲っちゃうと子供に舐められて子供は家庭内暴力を起こすってあっちゃん思ってる、うん、だから、DV は夫婦間とか彼氏彼女間だけじゃなく、ね、いじめは自分と同等のものじゃなく自分より格下のものが、下克上を起こす場合がある。ペットでさえそう。ペットが飼い主に噛みつくっていうのは甘やかしすぎがほとんどです。だからね、旦那にしても何しても彼氏にしても彼女にしても奥さんにしても、ワンコにしてもペットにしても子供にしても甘やかしすぎるとダメなの。甘やかすことは悪いとは言わへんよ。でも甘やかしすぎる、ある一線を超えて 100% 甘えさせると必ずって言ってぐらい DV 受ける、いじめを受けることになりますっていうのことを言いたいね、うん。だからね、カイトさんも取りようを間違われてると、まっちゃんも言葉足らずなところあるけどもね、うん、だからもっとね、DV される人はされた私は被害者なんだって思わず、立ち向かう勇気、もちろん逃げることが一番勇気いるけどね。だから自分の生活、家族全て放り投げて、もちろん子供連れていかんとダメよ、守ってあげるのは自分しかいてないから。そうやって、親兄弟から縁切るぐらいの気持ちで逃げるぐらいの根性が必要かなってあっちゃん思いました。思います。はい、ね、またそういうことです。分かってもらえたでしょうか。あっちゃんは DV する人は一切擁護できません、される人は応援してあげたい。だからこそ勇気を持って力をつけてほしいと思います。で次、クジラさん、質問って一人一つですか？そんなルールなかったよね。ないです。はい、大丈夫です。いくらでもください。はい、わからないこととかね、質問とかあったら大丈夫です。もし私が見落としならスルーしていただいても結構です。はい、あちゃんは、ここ炎上チャンネルですか？なことないよ。もはや炎上チャンネルとして楽しんでる人も多いと思います。そうですね、炎上させるのはコメントする人ね。あっちゃんは何を言おうがそれに対してね、反対論のコメントせえへんかと炎上せえへんのね。炎上させてるのは視聴者さんなんですね。はい、で攻撃するから攻撃を返されると思いませんか？攻撃を始めたのは心ない一視聴者だったかもしれません。そうやね、攻撃始めたの。あっちゃんはね、あっちゃんねる全部動画もう一回見直してもらったら分かると思うけど、あっちゃんから誰一人攻撃はしてないね。視聴者さんというか、まあ、心ない視聴者さんが攻撃を始めた。いらないことを言い出した、反対論を言い出した。だから反対論に対しての反対論っていうのが答え。あっちゃんの反対論に何を答えするか、そうですねって答えるのは、ね、あっちゃんがやってる反対のことを言ってんだから、反対のことに賛成はできへん。反対のことに自分の意見を言ったら反対論になっちゃうよね。当然の答えしか出えへんわけね、うん。それをすることによって、攻撃するから攻撃を返されると思いませんか？ああ、じゃない、だとしたらここの配信者のあなたが、ぐっと耐えて大人の対応を取るべきだと思います。それが一番早く収まるからです。そう、当然そうやと思う。あっちゃんがね、耐えるも何も馬鹿げた反対、もう馬鹿げた反対論って今も言いますね、無理にね、馬鹿げた反対論だから、あっちゃんの意見に対して反対するコメントを全てカットしてスルーして全部ぶち投げたらいずれ飽きると思う。で楽しくなくなるから、その人も見なくなるし、いなくなるし、収まるとは思ってる、うん、それは分かってます。はい、で
あなたが視聴者を名指しで汚い言葉で攻撃する姿を何度も何度も見ました。もちろん視聴者のコメントにもひどいものがあり、あなたが頭に来るのは分かります。分かっていただいてますね、はい、その度にこれは本当、これはおかしいんじゃないかなと思う部分もたくさん出てきました。あなたのご飯動画が好きで昔から見てましたが、以前のように純粋に楽しめなくなりました。ごめんなさい、きつい言い方になってしまうと思いますが、視聴者にあなたはガキですかって言いましたね、言いました、うん、そんな風に顔を引きつらせて早口でまくし立てるように自分をかばうことに必死になっているあなたもガキに見えます。質問です、この意見はどう思いますか。うん、その通りやと思います、うん、だってね、ガキや、ガキみたいな意見言ってくるから、あなたガキですよって言わないと、その人は自分はガキみたいな意見を言ってるって、レベルが低い意見を言ってって気づかないでしょ。だから気づかせてあげるために、あっちゃんはあえてオウム返しをしてるんでね。だから、オウム返しをすることによって自分がやったことが気づくのね。気づかへんした方が多いけど、うん、でもそれを見て嫌悪感を持つっていうことは、自分の中にそういう、思考があるっていうこと、そこに気づいて、あの人はこういうひどいことを言うんだな、ひどいことを言うっていうのは、その根本に何があるか、自分がひどいことを言ってるんだよねって、自分がひどいことを言ったから、あの人は自分の鏡になって、るんだって、だから自分も気をつけないといけないよねって気づいてくれれば嬉しいし、うん、気づかない人っていうのはそのレベル、その程度の人やとあっちゃんは思うのね。だから、あっちゃんから人を攻撃することはまず 100% 言っていいぐらいない。で、あっちゃん攻撃されたからって仕返ししてたところで何のメリットもない。ただ、あっちゃんのことを間違えて捉えて攻撃してくる人でも、その人はもともとあっちゃんねるを好きで見てくれてる人ってあっちゃん思ってる。で、初めて来た人でもいきなり、ひどい言葉を浴びせてくる人もいてると思う。で、そういう人は何かのご縁であっチャンネルにつながってんのね。世の中偶然はないってあっちゃん思うの。必然、何かでここにたどり着いてくる人がいてんのね。だから初めて来てあっちゃんにひどいこと言ってきた人、初めてライブに来てライブでひどいこと言ってきた人のうち、半数とまで言わへんけども、何人かはあっちゃんとお話してるうちにファンになってくれてます。で、逆にその人からいろんな相談されてます。で、あっちゃんのこと見た目で、ひどいこと言ってきた子がいた。でもそのことをいろいろお話ししてたんでね、話していくうちに自分がいじめられてる、見た目でひどいこと言われていじめられてる、だから自分がされたことを仕返ししてる人がほとんど多いのね。で、そういう人に気づいてもらえて、逆にあっちゃんに相談してもらえて、で、あっちゃんがこうだよっていう話したら、数ヶ月後に学校しかね、そのね、リアルでいじめがなくなったって、うん、だから自分が変わったんだよって、うん、周りは変わることはないって、周りを変えようなんてしても、周りがいじめされないようにしても無理だよって、自分がされないようにしないとダメだよっていうお話しかしてないね。でもその子は気づいてそうやってくれたから、いじめがなくなったって喜んでくれてる。だから未だにあっちゃんのファンでいてくれてる。そうやって気づいてくれる人がいたら、一人でも二人でもいたら嬉しいなって思うから、あっちゃんはあえてひどいこと言う人にはひどいことを返してる。で、自分がやってることに気づいて、自分の生活態度を改める、自分の言動、インターネットでもね、そういうことをね、自分があの匿名やと思って調子に乗っていらんことをする、それも自分がされてるからする人が多い。されてない、何もいじめもされてない、ストレスもない人は、人をいじめたり人を攻撃することは一切ないってあっちゃん思うから、だからされたことを横流しに誰かにしてるだけのこと。いじめなんて、そう、強いやつはいじめをしない、弱いからいじめをする、それもいじめられたらいじめをする、で、またそこでいじめられたやつはまた自分より弱いもん見つけていじめをするの繰り返しがいじめやってあっちゃん思ってるから、うん、ネットいじめもそうで、大人になってからのそういうのもそう、 DV なんかするやつもそうで、ね、モラハラもそう、パワハラもそう、そうやってね、人を攻撃するやつはどこかで自分もされてんの。だからそれの仕返しができへんから、自分より弱いって思うやつを見つけてやってるだけのことやったちゃん思ってるから、その人らは気づいて、自分がやってることはされてることだって、自分がされて嫌なことを人にしてることだって気づいてもらって、うん、構成してもらうって言い方悪い、上から目線やけども、そうやって気づいて、自分がいじめされへん環境で楽しく生活できることをあっちゃんは望んでるから、あえてそこをオウム返ししてるわけ、うん、そこで気づいて変わってくれればいい。気づかない人は逆にあっちゃんに言われてストレスになってると思う。それは因果応報です。自分がやられたことを人にやるからそうなるの。
でも気づいてくれた人はちょっとでも、いじめとかの被害が減って幸せな世界が待ってます。自分から幸せをつかもうとしない人は気づかずにまだ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 そうやって反発してやる人が多いってあっちゃん思ってる。だからあっちゃんはそうやってやってるけども、もうはっきり言ってね、しつこくしていく人はもうあっちゃんは見放します。だからもうスルーしていく。でもやっぱり初めての人とかまだね、あまり関わってない人はやってくると同じことして仕返しします。気づいてほしいから、でももうこいつはダメだわって思ったらあっちゃんはその人には何も言わない。言われているうちが花だよって誰かもよあっちゃんに言うけど、その通りな。その人もそう、言われているうちが花なん。あっちゃんがね、オウム返し専用になったら終わりよってあっちゃんは思ってます。そういうこと、あっちゃん別にね、あっちゃんから攻撃することもないし、炎上チャンネル作ってるわけでもないし、やられたらやり返す、当たり前のこと。目には目、目には目っていう使い方間違えてんねんけどもね、目には目っていうのはそういう意味じゃないねんけど、やられて同じことをやり返すことによって相手が気づいてくれれば嬉しいなっていう気持ちであっちゃんはね、そういうことをやっててんけどね。まず気づいてない人が多いでしょうっていうことでした。はい、何かあったらまた質問ください。一つ二つじゃなく一人一つとかそういう規定はありませんから。はい、で次、山口あかねさん、山口あかねさん、少し前の質問に全部答えると言っていた以上全部答えますって、あっちゃんは嘘つきませんと鼻息荒く断言したくせに自分の都合が悪くなる。質問はスルーしているんですか、早速嘘つきですねって書いてあって、それね、これね、質問じゃないと思って、質問じゃないわ、あっちゃんスルーしてたらダメやと思ったからお返したね。どの質問かなって新しい順番に並べて古いから答えてるけどもって答えたら答え返してくれへんのね。すごい失礼よね、人に質問しといて、質問じゃないわ、そういう苦情言っといてさ。でそうやったら、私の見間違いですでもいいし、いやこの質問ですって言っておいて、それすらないでね。あっちゃんスルーしてないはずなんです。でこれでもしスルーとか気づいてないのがあったら教えてください。詳細あるわ。あれ、言い訳を始める、あっちゃんコメントを見落としてたなんて言わないでくださいねって、見落としてもないし、もし見落としてたんやったらほんまに見落としやから教えてください。で書いてんけど教えてくれへんし、他のね、この山口さんじゃなく誰でもいいです。あっちゃんね、コメントじゃない、質問に答えてない質問あったらぜひ教えてください。ここに書いてください。何を、答えてないんでしょうね。よくわからないそこは。ということで、こんなんどうでもいいことはちょっと早く流さんとね、時間もったいないんで、次ココナッツさん、最近質問コーナーに答える動画で、数字だけ指文字を使ってますが、なんでいきなり、大して勉強していない手話を使おうとしたんですか。手話を使うなら動画内で手話で話すとか、テロップを入れるとか、手話を使う人からしたら、健常者がふざけて手話を使っているように思います。あっちゃんね、別にわざわざこうやって指文字で数字を表してるんじゃなくて、癖。だから、こうやってね、アナウンサーに、こんにちは、今回第6回あっちゃんねる質問コーナー第10回お答えいたしますなんて言っても、あっちゃんどっちかって言ったらこう動かんとするのは無理なの。いつもこう動いてたいタイプやね。で何かこう何らかしら動いてるはず、こう顔を動かしたりとか粉がしてたりするけどね。その中で指文字は面倒くさいし使う機会が少ないから覚えてへんけど、数字12345678910で第1回2回3回4回5回まではいいねんけど、6回7回は両手使わんないでしょ。指文字っていうのは片手立ててできんの。5678910ってね、1112で99までは指文字でできない。100になったら、100出たっけな、忘れた100までいくことないんだけどね、指文字で、めったに。だからそういうので、癖だから、手話をのサークル入ってる人とか、あとね、ろう学校の先生とかで結構ね、こう喋りながら手で軽い手話、 100% じゃない、軽い手話をしながらする人多いのね。これね、身についたもんなん。あっちゃんだから昔からね、中学校ぐらいからそういうろうの人がね、あっちゃんのこれお仕事来てくれててね、その時に軽くね、こう手話やりながら、手話ってその人に教えてもらった手話やりながらこうコミュニケーション取ってて、もうそれが
その人との付き合いでいくともう何十年になるしね。で他のやっぱりね、その人とこう手話やることによって、老和のお客さんが増えてきたんで、だからその人たちとコミュニケーションを取るのにある程度こう身振り手振りするのも癖なんかも分からへんし、なんかこう喋りながら動くのが癖、その喋りながらいろんな動くときに手話を練り込んで喋るっていうのもね癖やねんね。だから喋りながら瞬きをする人、鼻を触りながら喋る人、髪触りながら喋る人、こう棒立ちになって喋る人、全部全てその人の癖やと思うね。だからあっちゃんはこう軽く手話しながら喋るっていうのも、あっちゃんの癖です、うん、だから癖は治らないと思う、うん、だから、ココナッツさんも癖あると思うね。喋りながらこう首をこっちかしてたけしもなんだバカやろうみたいな、うん、まあ、そんな癖がある人とか、うん、ね、それと一緒みたいなもんで、手話も別にあっちゃんがみんなにこう分かってもらうためにこうやって手話しながらこう喋ったりとかこんなことしてるわけじゃなく、うん、なんか癖でついついこう動いちゃうっていうもんやと思っててもらえれば大丈夫です、うん、でね、今までねあっちゃんいろんな、老和の人とお話してるけども、こう喋りながら手身振り手振りで動きながらでも 100% 伝わらない。だから大体こうは口を見て大体呼んでくれない、ああいう人ってね。だからこうやってこんにちはって言ったら、あ、こんにちはって言ってるなって大体読めんねん。こわで読む人が多いねんね。だから、そういう人たちから見たらあっちゃんの手話っていうのはふざけてやってるなんて思う人はいてないと思う。何人かやっぱりねこうやってやってて、お客さんとかも話してもやっぱりね、逆にそうやってちょっとでも手話入れてくれることで嬉しいって言ってくれる人が多い。そういうね、老和者に対しての偏見がないって、うん、この人は偏見のない人なんだなって思ったっていう人が多いから、そうやってねふざけて、気分悪くする人って今まで会ったことがないです。ココナッツさんもしかして老和者なんかな、じゃないですよね。なかったらその人たちの気持ちわかるかな。はい、そういうまあね、なんていうのかな、マイナス面な、妄想でいろいろするよりまずプラスに考えていって、でもしそういう反対意見が出た時に、あ、そうなんだって気づけばいいし、それは本人が思うことで本人じゃない人がいや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 言うことじゃないとあっちゃんは思います。で、あっちゃんはこの手話の癖 1,2,3 してます。指文字の癖はもう絶対取れへんと思うし、あとねちょっとしたところに手話をちょっと練り込んだりするのも取れないと思います。はい、まあ、取ったところで仕方ないしね、別にうんと思ってます。はい、で次、エビフラットエビさん、自分のチャンネルだから自分は汚い言葉を使って OK だけど他人には使うなっていうことだよね。そうです。はい、動画を確認してみて、してみ、人には世界発信だよ、気をつけな、恥ずかしいなどと言ってるのに、あっちゃんもすごい嫌みたらしい言葉を使ってるから笑い面白いけど、あと英検が気になる、嘘じゃないよねって証拠が見たいです。英検はこの前答えたね、この前の答え見てください。はい、1時だけ撮って2時は撮ってないから証明書ないまあ撮ったって言うとあかんのかもわからんけどね、まあまあなんね、どうでもいいんです。はい、まあそういうことね。で RCA さんが、それは YouTube というものです、それが YouTube というものです。最終的に YouTube の、規則範囲なら何を言ってもやってもチャンネルの主の自由なんです。フラッテビさん、くだらないことない、 RCA さんが言ってることが正しいことです。これね、あっちゃんが言う正論じゃ嫌い、正論を言われて、ふざけんなってあっちゃんよう言うけど、フラットエビさん同じことやってます。RCA さんが言ってるのは正論なんです。うん、正論をまともに受け付けない、あなたも正論じゃ嫌いなんでしょうか。自分は正論叩きつけるくせにね、うん、だから RCA さんがあなたの鏡になってやってることに気づかしてたけど気づかないんですね。気づきましょうね。そういうことです。で、まあ、例えおかしいけど、ジャスティン・ビーバーがやんちゃくれなことするでしょ。で、自分のファン殴ったりとかするでしょ。でも自分もし殴られたらブチ切れるはずです。ね、うん。だそれは何かって言ったら、ジャスティン・ビーバーももって言ったらおかしいけど、ジャスティン・ビーバーはタレント、歌手であって、一方的に歌とかを配信してる。ファンっていうのはそれを見て楽しんでくれてる人。だから自分は何をしようが、ファンの人らはやっちゃダメ。うん。まあ。規模ものすごい小さい、同じ横並びにしたら怒られるけども、あっちゃんも YouTube の規定の中で YouTube がやっていいよっていうことをやってるから言葉遣い気にしてない。でも、それに対して視聴者さんの言葉遣いをきれいにしてくださいって言ってもいいことなんよ。それでもし合わんかったら
別に見てくれやんでもいいよでいいと思うね。見に来るのは見に来る人の自由やから、だから見るなとも言わへんけども見てくれとも言ってない。だから嫌なら見なければいい。で、言葉遣いでひどい言葉使うなって言われて、うん、嫌な気分になったらコメントしてくれなくてもいいし見てくれなくてもいい。でもそれでも面白いと思ったら見てくれたらいい。それだけのことで、あっちゃん逆にその人たちに何を言われてもそれする必要もないし、シャンナン義務も何もないでしょ、うん、でもあっちゃんは YouTube の配信主として YouTube から与えられた権限でブロックっていう権限もあるし削除っていう権限もあるのね。っていうことはあっちゃんの好き勝手してもいいんだよって YouTube が言ってくれてるの。その YouTube に場所を借りて配信してんねから、もしね同じことやりたい、人にそうやって文句言いたいとかどうのこうのしたかったらフラッタビさん自分でチャンネル持ってやればいいじゃん、うん、でしょ。あっちゃんは自分でチャンネル持ってやってるんだから好き勝手やってもいいんじゃないのかなってあっちゃん自分で思ってやってるね、うん、そこ勘違いするから、こういうねことになるの。だからね結構ね反対論者さんはよく言う視聴者さんとの慣れ合いがどうのこうのって言うけど、逆に反対論者さんも慣れ合ってるからそういうこと言えんのよ、うん、だから言ったらね他の YouTuber さんにしても、テレビにしてもねこっちから何意見言って聞いてくれへんだからどうのこうのって言ったら民家体だけのことやからね、うん、それだけです。はい、ね、ということで30分経ったんで、次回、みーちゃんのところから、お答えしたいと思います。あと2回ぐらいで終われるかな。はい、ということで、この辺で今回第10回かなの質問コーナーのお返事終わります。ということでこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。